キャンピングシェルターがめちゃくちゃいじめられて弱くなってしまったので、ちょっとどんくらい弱くなったのか見ていきたいと思います。で、キャンピングシェルターに対して強くなった武器って、ボルドマーカー、そして若葉シューター、まあ、結構あるんですよ。ノバブラスターとか、あとプロモデラーとか。で結構あって、あとローラーカーボンローラー、スパッタリー。これが全部キャンピングシェルター強くなったみたいなので、今からダメージを、傘にダメージを受けていきたいと思います。あれ？あれが、一人だけだとそうでもない？若葉じゃそうでもないか。で次、ボルドマーカー。あ、ボルドマーカー早い！ボルドマーカー早いぞ！これはただ単純にボルドマーカーの威力が高いってことで、早く壊せるのか。モデルはダメージ低いから、と思ったけど連射力でカバーしてる。ほう！ギャムでこんな壊せなかったっけ？連射力ある武器きついかもしれない。なるほど。ガチマッチとかでもよく見られるシャープマーカー。あ、同じぐらいだね。プロモデラーと同じぐらいだ。じゃあ次ノバブラスターいきます。ノバだと連射力ないから。あ、でも、壊す、あ、でも壊してない、壊してない。壊すのは無理だったか？もう一応行こうか。2、3、4。ノアだと、そんな壊せてない。かわいいな、なんか。もう一回見たい。もう一回行こう。オッケー。これどうだ？全然壊せてない。あー、ギリギリ壊せた。なるほど。頑張ったね。行くぜ！ほら！突入！ちょっと強い。無敵じゃねえ、あれ。無敵だ。一瞬なんだけど。はい。ちょっと。危ない。はい。これギリギリよ、これ。ああ落とされた。